ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、突然だけど、日本が沈没したらどうなるか知っているか？想像したことがないのでわからないわね。でも、映画ではかなりヤバい状況になっていたけどね。確かになっていたな。ただ、映画では日本が沈没する前に、食い止めていたけどな。確かにそうだね。では、今回は日本が沈没したらどうなってしまうのか、いろいろと解説していこう。まず、日本が沈没すると考えられている理由を、解説していくぜ。よろしく。それで、地球の表面はプレートで構成されており、そのプレートはアセノスフェアと呼ばれる、より密度の高い層に浮かんでいる状態となっているぜ。また、プレートは大きく分けると大陸プレートと、海洋プレートという2種類が存在し、大陸プレートは密度が低く、海洋プレートは密度が高いという違いがあるんだぜ。そうだったのね、プレートは全て同じだと思っていたわ。まあ、プレートって聞くと、どれも同じに聞こえてしまうからな。仕方がないことかもしれないぜ。実際そうだよね。それで、プレートの特徴としては、地球の重力の関係で、大陸プレートは厚く、海洋プレートは薄いことが、特徴となっているんだ。厚さも違ったのね。そうだぜ、そのため、地球では、海洋プレートがあるところに、海ができやすく、大陸プレートの近くに海ができやすいと、考えられているんだぜ。なるほどね。それで、日本列島に関しては、他の大陸プレートに比べて、軽い岩石で構成されているけど、先ほどのアセノスフェアの関係で、人間が感知できるほどの速度で、日本が沈む可能性はないんだぜ。そうよね、朝起きて日本が沈んでいたら、やばい話だもんね。まあ、そうなんだけど、逆を言うと、日本は他の大陸に比べて、海に沈みやすい地域であることは間違いないぜ。まあ、これまでの話を聞いていると、そうみたいね。それで、現在は一応、二つの方法が考えられているんだ。まず、一つ目は雨風の侵食によって、日本を海に沈める方法だぜ。かなりぶっ飛んだ方法ね。まあ、今回はぶっ飛んだ話が多いので、あまり深く考えずに聞いてくれると助かるぜ。わかったわ。でも、どうして、雨風の侵食によって日本列島が沈むと考えられているの？例えば、1987年に存在していることが確認されていた、エサンベ・ハナキタ小島の場合では、流氷や風などにより侵食され、2018年には浅瀬しか残っていないことが判明しているぜ。他にも現在存在しているハワイ諸島でも、およそ8000万年後には侵食され海面を、下回ってしまうだろうと予想されているんだ。なるほどね、雨風の影響によって、実際に島などが侵食されてしまうことがあるんだね。ただ、この方法は日本に対して行うと、ものすごい時間がかかってしまうので、無理だと言われてるぜ。なるほどね。次に二つ目は、海を上昇させる方法だぜ。これまたぶっ飛んだ方法だね。確かに否定はできないけどな。ただ、この方法を行ってしまうと、日本だけではなく世界が沈没してしまうんだけどな。言われてみればそうだね。では、より具体的に日本だけを沈没させる方法は、日本列島の岩盤を水に変える方法が有効だと思うぜ。これまたぶっ飛んでいるわね。まあ、この方法を使えば、あっという間に日本を沈没させることができるけど、実際にこの方法を行うことは不可能だけどな。いや、これまでに紹介した方法は、すべて無理だと思うけど。さて、確実に日本を沈没させる方法は、B 氏が保有するポセイドンを使用する方法だぜ。ポセイドンって全くダメだったパチスロ機ね。全く違うな。ごめん、ぶっ飛ぶくらいにダメな台だったから、どうしても、言いたくてね。まあ、気持ちはわかるけどな。それで、そのポセイドンは、500メートルの津波を引き起こすほどの、能力を持っていると言われているんだ。500メートルってヤバすぎでしょ。ではピーアが保有している、ポセイドンとは何かから、話を進めていこう。よろしく。ポセイドンとはピー魚雷のことで、そのピー魚雷とは、簡単に言うとピー弾頭を搭載した魚雷のことだぜ。わかりやすく言うと、とんでもなくヤバい兵器ってことね。まあ、そんな認識でいいぜ。でも、どうして魚雷にピーを搭載する必要があるの？それは、B 魚雷が作薬を用いた通常弾頭では、実現できない大きな爆発を作り出すことができるからだ。つまりドカーン、ってことね。まあ、簡単にわかりやすく言うとそんな感じだな。それで、この P 魚雷に関しては、第二次世界大戦後に開発が行われ、冷戦初期には、当時のソ連とアメリカが、所有していたと言われているんだぜ。予想以上に結構長い歴史を持っているのね。ただし、B 魚雷に関しては、冷戦中に考え方が少し変わったことから、一部姿を消すことになったんだぜ。なるほどね、一旦は姿を消しているのね。でも、考え方が変わったってどういうことなの？それは、魚雷に関する後の研究で、B を搭載した魚雷より、一般的な魚雷の方が、確実に戦果を上げることができると、
考えられるようになったからだぜ。そうだったのね、要は大量に、ってことね。わかりやすく言うとそんな感じだな。じゃあ、P 魚雷の存在そのものが否定された感じだけど、どうして、ポセイドンが作られたの？それは、ややこしくなるけど、P 魚雷の使い方が変わったからだな。ややこしいわね。具体的に言うと、P 魚雷が作られた背景には、潜水艦で先行して、敵国に対して P 魚雷を撃ち込むことで、大きな被害を目的とされていた。しかし、いろいろな技術が発展していくと、原子力潜水艦が誕生することになり、原子力潜水艦から、P を撃ち込む方が、効果的な戦果を上げることができると、考えられるようになったんだ。ほうほう、そっちの方が戦略的に良さそうな感じがするからね。それで、一旦 P 魚雷は姿を消したかに思えたけど、P アは密かに研究を進め、P 魚雷を海中で爆発させることで大規模な津波を、引き起こされる方法を確立したと言われているんだ。じゃあ、その研究の結果作られたのがポセイドンなの？いろいろとわかっていないことは多いけど、その可能性が高いと言われているな。なんで、そんなヤバいものを作っているのよ。まあ、それに関してはいろいろと考えがあると思うが、簡単に言うと敵国に対して、特大級のダメージを与える必要があるからだな。確かに、それ以外の使い道はないからね。では、ポセイドンがどれくらいの威力を持っているのかについて、解説していくぜ。確か、冒頭では500メートルの津波を引き起こす力がある、と言っていたわね。そうだぜ。ポセイドンは、一発で500メートルの津波を引き起こすことができる、と言われており、その他には、500メートルの津波によって都市を、消滅させることができると言われているぜ。都市を一つ消滅させるってやばいわね。それに、ポセイドンは潜水艦から発射されるので、場合によっては突然、500メートルの津波が発生すると、考えられているんだぜ。地震などの予兆なしに津波が発生するなんて、やばすぎるでしょ。じゃあ、突然500メートルの津波が襲ってくるってことになるのね。その通りだぜ。では、前置きが長くなったけど、ポセイドンが使われたらどうなってしまうのか、解説していこう。話を聞くのが怖いけど、心して聞くわ。まず、先ほどの説明からポセイドンが使われたら、やばいことは間違いない。ただ、使われる場所によって、被害は大きく変わってくることになるぜ。それはそうだね。そこで、今回はニューヨークに対して使用されたら、どんな被害が出るのか解説していこう。確かにアメリカは西側諸国の一員だからね、万が一の時は、標的にってこともあるわね。確かにその可能性は否定できないな。では、ニューヨークでポセイドンが使用されると、約300メートルの津波が人々を襲うと考えられているぜ。300メートル、やばすぎるでしょ。でも、500メートルの津波ではないんだね。そうだな。この500メートルという数字は、ポセイドンが引き起こすことができる、最大規模の津波だと言われているからな。なるほどね、地形とかいろいろな事情で変わるのね。その通りだぜ。それでも、300メートルなのね、ただやばいわ。300メートルは自然現象において、滅多に起きることがない数字だと考えられているぜ。確かに、隕石でも落ちないとなさそうね。それで、ニューヨークの街はどうなってしまうの？ニューヨークは300メートルの津波によって、ものすごい数の人々が亡くなると言われているな。確かに東日本大震災の時も、多くの方が津波で亡くなっているからね。人類にとって、津波はものすごい脅威であることは間違いないぜ。確かに。それで、ニューヨークの一部の人々は、高さ381メートルの、エンパイアステートビル、417メートルの、ワンワールドトレードセンターの上階に、逃れることになると予測されているんだ。確かに、高層ビルならなんとか生存できそうね。いや、そうでもないんだ。え、そうなの？具体的に言うと、300メートルの津波によって、高層ビルが倒壊すると考えられているんだぜ。そっか、波にやられてしまうんだね。そうだぜ、津波の高さが30メートル以上で、鉄筋コンクリート造りのビルは、なぎ倒されるように、破壊されてしまうと言われているからな。30メートルで破壊されてしまうなら、300メートルでは絶対に破壊されてしまうわね。それで、最終的にポセイドンによって、ニューヨークが攻撃されると、その被害は計り知れないものになってしまうんだ。それは間違いなさそうね。では、ここまでの話を仮に、日本に対してポセイドンが使用されたらどうなるのかを、考えてみたので聞いてほしいぜ。日本が沈没するレベルには、どれくらいのポセイドンが必要なんだろうね。それに関しては、後ほど解説するので、しばし待ってくれよな。わかったわ。それで、今回は東京湾の三浦半島沖において、ポセイドンが使用されたと仮定して、話を進めていくぜ。話を進めるのは良いけど、どうして、三浦半島沖でポセイドンが使用されたと、仮定したの？それは三浦半島沖が、東京湾の入り口になっているからだな。なるほどね。
それじゃ、話を進めるけど、三浦半島沖でポセイドンが使用されると、東京23区に対して、約400メートルの津波が襲うと言われているんだ。400メートル、もう想像できないくらいのレベルね。確かにな。それで、300メートルの津波が東京に押し寄せると、東京23区は水没してしまい、関東平野でも津波の被害が出ると、考えられているぜ。じゃあ、東京はどうなってしまうのよ。完全に水の中だな。一発の魚雷で人が亡くなってしまうのね。そういうことだぜ。さらにポセイドンは P を使用した兵器なので、東京をはじめ、津波が通った場所の全域に、高濃度の放射能が含まれた海水が押し寄せることになってしまうと、言われているな。そんな、人は生きていけないじゃないのよ。まあ、最終的に、東京は人が住めない街になってしまうことは、間違いないと思うぜ。やばすぎるわね。私が想像していた何倍の被害が出てしまうのね。それで、保有にしていた話なんだけど、ポセイドンを日本に対して10発撃ち込み、岩盤を完全に破壊すると、日本は沈没すると考えられているぜ。そうね、今までの話を聞いていたら、10発撃ち込めば、十分なくらい日本は沈むだろうね。しかも、放射線などの被害は避けられないだろうがな。確かにそうだね。次に日本を沈める方法は、P 地震で日本を攻撃する方法だぜ。P 地震って意図的に地震を起こすことだよね。まさにその通りだぜ。でも、そんなことって可能なの？謎は多く残っているけど、一部の界隈では、P 地震は引き起こすことができると言われているぜ。やばすぎる話だね。それで、日本を沈没させるためには、P 地震を約30回以上引き起こす必要があると、言われているんだ。30回、やばすぎるでしょ。それで、地震の規模はどれくらいなの？マグニチュード9クラスだな。やばすぎるわね。確かにそんなに地震が発生したら、日本は沈んでしまうだろうね。まあ、P 地震を引き起こすには、P 弾頭が必要だと言われているので、単純に考えると、30発の弾頭が必要となるんだ。30発、地球が壊れそうね。さて、ここまで随分ぶっ飛んだ話をしてきたけど、最後はもっとぶっ飛んだ話だぜ。一体どんな話なの？日本を沈没させるためには、日本が乗っているプレートを、すべて叩き割ることができれば、確実に日本は沈むことになるぜ。やばすぎるわね。まるで、あられちゃんの世界だね。まあ、それは否定できないけど、プレートをすべて破壊すれば、日本は一瞬で海の底に沈むと、言われているんだ。確かに沈むかもしれないけど、それって、他の日本以外の国も、道連れになるよね？もちろん、多くの国が道連れになってしまうぜ。それって、世界が海の底になってしまうわね。まあ、例えるならウォーターワールドの世界だな。なるほどね。さて、今回は日本が沈没する方法を、いろいろと考察したぜ。まあ、結論を言うと、日本が沈没する可能性は、限りなくゼロに近いわね。それは間違いないな。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。